今回はスーパーボール級のランク7から8の対戦になります。前回シャープ4でランク7の最下層まで下がってしまいましたが、どうにかランク8に戻してきました。今回も前回からポケモンの型を変えましたが、先に選出してから何を変えたかを説明します。相手のパーティーは火力面、耐久面ともに優秀なポケモンたちが並ぶ。こちらの初手は起点作りができる大剣器にして、ジュナイパーが積んでいける状況を作っていきたい。前回は爆風が積みポケモンでしたが、今回はシャープ3で活躍したジュナイパーを積みポケモンへ変更。大剣器の型は変えていません。この編成でランク7から8まで上げてきたので、このままランク9に到達したい。では、対戦を始めます。相手の初手はこのヨザル。大剣器はタイプ相性悪いが、通常このヨザルが持っている、ドレインパンチ程度なら耐えてくれそう。なので、ここは電気玉を投げつけてこのヨザルを麻痺状態にします。と思ったら、交換してきました。まさか有利対面で交換してくるとは思わなかった。交換で出てきたのは銅。大剣器に出てきたってことは貯水銅かな？残念ながらこの大剣器は水技は持っていないんだよな。素早さの遅い銅に電気玉を使ったのはもったいない気がするけど。まあ、仕方ないか。ここはドリルライナーでダメージを与えます。結構ダメージ入るな。あ、急所か。ドリルライナーは急所に当たりやすいからね。麻痺バグしたのは大きいぞ。ドリルライナー読み交換や大剣器を一撃で倒せる技はないことから、ここは危険地へ波をしていきます。銅が先制したってことは守るを選択したのかな？守るされていてもアンコールすれば機能停止するし、この麻痺バグはあまり関係なかったな。もう一回危険地へ波をして倒していきます。銅を倒せた上に巻き菱を2回負けるの大きいな。そして出てきたのは霊獣ボルトロス。これで相手の3匹が割れました。ここは電気技で倒しに来ると思うので、地面テラスタルで透かします。大剣器の地面テラスタルはレジエレキやボルトロス等の、電気ポケモンにめちゃめちゃ刺さるから使っていて面白い。後手アンコールやドリルライナーでドヤ顔プレイングできるのでおすすめ。そう、こんな風にね。大剣器一匹にボコされるのってどんな気持ち？めちゃめちゃ気持ちよく勝利した後、引き続き2試合目。相手は初手大剣器読みで、マスカーニャを出してきそうなので、それを読んで、初手は爆風でいきます。相手は物理アタッカーが多いので、ジュナイパーで積む展開を作りたい。相手の初手は読み通りマスカーニャ。タイプ相性はどっこいどっこい。お見通しで持ち物はこだわりハチマキだと判明。初手爆風のこだわりスカーフ噴火読みはしてくるか？交換してこないで、はたき落とすで突っ込んできました。爆風はこだわりスカーフ掛け合いのタスキか結構迷うな。ダメージは半分程度ですが、やけどを引けたのは結構大きい。相手の後続にサーフ号やクレセリアがいたので、HP1 の爆風でもまだ役割がありそう。なので、お盆の実を叩き落とされるのは嫌ですが、ジュナイパーを出していきます。こだわりハチマキのマスカーニャですが、やけどが入っていて、そして物理耐久のジュナイパーには全然ダメージが入りません。相手目線、ここは3本の矢が飛んできそうな場面。それを受けるためにクレセリアが来る可能性が高い。なので、ここは交換読みで大剣器を出します。ここでマリルリってことは後続にクレセリアはいなさそうですね。クレセリアがいないなら、ジュナイパーで詰めば全抜きを狙えるので、このマリウリを積みの起点にします。なので、
ここで大剣気は電気玉を投げつけて、マリルリを麻痺にして退場してもらいましょう。さあ、相手からするといい流れで対戦が進んでいるように見えるはず。しかし、こちらとしては選出時に考えていた通りの試合展開。水テラスタルを切って、ビルドアップガン済みしていきます。そして相手もテラスタル。炎テラスタルで草技を半減で受けつつ、倒しに行く考えですね。でも思い通りにはいかない、この水テラスタル。マリルリの炎テラバーストもこのジュナイファーの前じゃ。この程度のダメージよ。あとはジュナイファーは筋トレマシーンになるだけ。ボディビルダーのごとく、パンプアップをしてくれ。ジュナイファー、はい、ズドーン。でかいよ。切れてるよ。背中に鬼神が宿ってる。マリルリはその筋肉に見惚れて動けなくなっています。筋肉話はここまでにしておいて、マリルリはもう有効打はありません。ここはビルドアップガン済みで行きたいところですが、あえてここは3本の矢を選択。ん？なぜって？交換読みです。相手目線、ビルドアップ積まれるとやばい、どうにかしないとって、思っているので、マスカーニャに交換して、トリックフラワーで急所に当てればいいと考えていたでしょう。しかし、残念ながら読めていました。仮に交換してこなくても、次のターンとかに交換できなくなるので、いい牽制になっていたと思います。そして、次に出てきたのはガチグマ。3本の矢で倒します。あ、一撃だとは思わなかった。このジュナイパーは攻撃に努力値を振っていないので、ガチグマの耐久だったら一回は耐えられると思っていました。さあ、残るはマリルリ。もうこれ以上、ビルドアップを積む必要はありません。3本の矢で倒しましょう。相手に攻撃の隙を与えないジュナイパー鬼畜だわ。コウさんが選ばれました。構築と読みが噛み合った試合でした。ここ2試合、いい試合運びで勝利し、ついにランク9の昇格戦。相手のパーティーはデカヌちゃん以外はとても強力なポケモンが並ぶ。デカヌちゃんは嫁ポケなのかもしれないな。初手は電気玉投げつけるで起点を作れる大剣気。2試合目と同じようにジュナイパーで積む展開を作っていきたい。相手の初手は嫁ポケモン、デカヌちゃん。初手に出てくるデカヌちゃんはステルスロックや電磁波等の、起点作成型だと、FF10 の偉い人が言っていたので、じゃれつくは来ない読みで投げつけるを選択。やはりエボンの教え通り。後続の爆風雲の気合の助けがなくなったのは痛いですが、まあ、仕方ない。ブリッツボールを投げつけてデカヌちゃんは麻痺状態に。そして風船が割れて、ドリルライナーが当たるようになりました。ここはアンコールを選択。見事にアンコールが決まっていく。電気玉大剣気を使ってるとこれが楽しい。初手に大剣気を出して、相手が起点作成型だったら、アンコールしつつ、危険地へ波で起点作成。電気タイプにはテラスタル地面を切って、後手アンコールや、ドリルライナーで倒しに行く。電気タイプ以外だったら、電気玉投げつけるで麻痺状態にして、危険地へ波で起点作成。仮に草タイプで倒しに来る場合は、ジュナイパーで半減で受ける。我ながらいい大剣気を育成したと思う。さあ、相手は大剣気を倒すために宿泊しています。危険地へ波を受けるためにランドロスが出てきたってことは、ウーラオスはいないだろうな。あとは半減で受けれるサザンドラもいなさそう。ってことは相手の後続は海流かサーフ号のどちらかだな。再びデカヌちゃんが来たので、ドリルライナーで倒しに行きます。この麻痺はエボンの賜物だな。アンコールやジャレツクで倒されていたら全然違う展開になっていたな。次に出てきたのはランドロス。ここまで大剣気にランドロスを出してくるってことは、
後続はサーフ号かもしれないな。後続がサーフ号だと思っているなら、大剣気を捨てずに、ジュナイファーに交換する場面でしたが、飛行テラバーストの可能性があったので、交換できませんでした。ここは物理受けのジュナイファーを出していきます。ランドロスの持ち物はまだ何かわからないが、大剣気へのトンボ返りのダメージからこだわりハチマキではなさそう。相手の後続は結構な確率でサーフ号。なので、こだわりスカーフならここで交換してくる。そして飛行テラバーストがあるなら、ここでしてくると思うので、一旦爆風に交換します。持ち物は突撃直帰だったか。ここでトンボ返りってことは飛行テラバーストないな。サーフ号来い。読み通り、後続はサーフ号でした。さあ、噴煙で倒しに行きます。やけどのリスクを考えたら、ランドロスに引きづらいはず。あ、こいつスカーフじゃん。まあ、ランドロスに飛行テラバーストがないのと、サーフ号の持ち物が判明したから、いい仕事をしてくれたよ。あとはジュナイファーに任せましょう。ビルドアップを積む余裕はないので、3本の矢で倒します。さすがジュナイファーの耐久。お盆の実が発動して、次のランドロスの攻撃も耐えられる。おい、倒せないんかい。こいつ、筋トレしないとよろがりじゃねえか。まあ、影打ちがあるから問題ないんですけどね。え？テラスタル？ノーマルテラスタルはやめてくれ。ゴーストかい。1ターン目からされてたら結構やばかった気がする。ラス1対面になりました。相手はすでにテラスタルを切っているので、飛行テラバーストは使えない。他にランドロスが使える飛行技は空を飛ぶのみ。空を飛ぶなら行動を見てから、水テラスタルになれるので、ここは一旦様子見で跳ね休め。激凛がこのダメージなら急所がなければ受け切れるな。じゃああとはビルドアップしつつ、跳ね休めしつつ、ダメージを与えていくだけなので、早送りします。あとはもう急所を引かないのを祈るのみ。これ以上ビルドアップをしても、急所のリスクが増えるだけなので、少しずつダメージを与えていきます。そして防御が下がったところで影打ちで倒します。大剣気で起点作成しジュナイファーで倒す、いい対戦ができました。爆風は、いるだけで癒されるよね。ランク9に上がりました。ポケモンの型を変えてから、とても調子がいい。一時期、負け越していた戦績も勝ちが上回りました。この調子でマスボ級まで駆け上がっていきたい。では、ご視聴ありがとうございました。